うっす。今日はここからいろいろアイテム取ったんだよな。もうその取る過程が本当にもうどうでもよすぎて取ってないよ。もう動画にはコイン老人、老人の顔が描かれている。直径 2,3 センチのコイン、ダストシュートで出口に。缶ジュースがね、飲み物じゃなくて、缶ジュースが飲み物じゃなくて、なんかゴミ箱に投げ入れてです専用アイテムだった。意味わかんねえ、意味わかんねえ、なんで缶ジュース飲めなくてゴミ箱に投げ入れるためのアイテムなんだよ。まあとにかくその意味わからなさはおのおのの目で確かめてほしい。でこっちに乗り移れる。今日はこの新天地に行って、今日はこの新天地、新たな地で新生活を始めようじゃないか。おお新生活、まあ、魔女の宅急便の引っ越してきて借りたアパートみたいな。ここで新たな宅急便宅配屋として生活する生涯幕開けだ。電話線を引いてそんなものありそうにない。てかこれ出なくねえか。え、何これ出なくねえ。地図ある。ここの地図は持っていない。ていうかこんな広いの。今気づいたけどさ、そうだよな、このアパートで終わりじゃねえよな。だって上の方があるもん。上の方全然行ってねえもん。じゃあ俺がどんなスローペースだよ。俺は結構タラタラやってるのかもしれない、自分が持ってるよりも。じゃあもう、あ、いけたいけた、栄養ドリンク OK。 これだけが俺の、さっき使ったからもうねえんだよ。しかも缶ジュースの、俺の期待の缶ジュースの、缶ジュースをゴミ箱に入れるためだけのアイテム、ゴミ箱に入れるためだけのアイテムだった。意味がわからない。何度でも言いたい。これはん、何なんだこの音、音を出すな。なんもねえのに、なんもねえのに音だけだし、うん、バカ野郎、やめろ、うん、バカ。これどうする、こういうの撃った方がいいの。これ地上戦、地上戦、よしコンボ行くか。よし数匹でよっ、なんとかコンボがします。これで R2 で入る。こいつ逃げるから、は、どこ、え、どこ、え、え、どこ、え、いねえ、はいよ、あいだ、あい、よし、なおいいよ、調子いいよ。たまたまこいつを、なんだよこれ、流しか、やっぱ前押しながら流し、いや違うな、これなんだよ。練習しよう、もう一回。何これ、何が条件なの。歩きながらじゃダメなんだ。そして歩かないでやるわけ、いや違うな、歩かない状態で上回る同乗士だ多分な。よし、これで行こう。これで世界を撮ろう。くそ、地図がねえとたどらねえな。地図あるんじゃねえの、すぐ近くに。多分ここら辺あるでしょ。地図ないっていうのはなくねえの。地図ないっていうのはね、ここら辺にあるだろ。見えない、ただでさえ見えないのに地図もない。でもアイテムだったらね、すぐ分かるはず。なんだろう、基本的に開けられる扉の方が少ない。なんだよ、なんだこの音。
なんだ、なんでこいつは。よく見やできるな。基本的にこいつら何もしてこない。中学生ぐらいの、中学生より弱い、小学生より。あれ何もしてこない。ピクピク痙攣したいな。おい何してんこいつ、どうやってんだ、どこに目をついてんの。おい真面目に振れこいつは。初めに棒を振る気は変えた。はい、分かった。ん？なんだ？今何つった？扉にはメモが貼ってある。ティムへ休養ができて絞ったので出かけてきます。家の上にはデビットおじさんに預けてあります。デビットおじさんの家は分かりますよ。1階の階段のそばの部屋です。できるだけ早く帰ってくるので留守番していてください。結構書いてんだ結構書いてねえかこの手紙。見てくれ、扉にはメモが貼ってある。長いメモ、こんな几帳面なやつだ。え、何、給湯室、ここでお茶を、ここでカップ麺を。どう、それどうやって行くの。一回この新しい世界は俺何も知らないんだよ。新しい地図をくれや俺に。お、入れた。あまりなんもねえから所さんの守るも攻めるもの音楽を口ずさんでた。お、地図だねこれ。地図なにこれ、ちっさ文字が読めない。西側アパートの地図を手に入れた。あ、でも これで開けば見れるか。よし、扉が壊れているようだ。てかこれん、今2階だろ多分。今2階だ、そう、飛び移った前が2階だったから。じゃあこうだ。なんとか新しい地図を手にした。この新しい地図にはきっと俺たちの進む先地図を頼む。何回言ってたっけ。1階の101だけ確か。そこでまずアベマ TV にする。おいおい、え、え、何、え、何、何が来た、何が起こっている。スタンド攻撃を受けて俺はできない。スタンド攻撃を受けている。何を打ったよ、何がウーなんだ今。何者かに攻撃されているぞ俺。敵のスタンド攻撃を。何があるんだ。本棚の中に役に立ちそうなものは何も入ってない。なんだ、え、机の前面に貼られたプレートに何か文字が刻まれている。5つの穴に3貨幣。手かせ足かせ囚われのその身の左白き髪並び立ち寄つ人の声。暇かお前ら、こんなことばっか、こんなもんばっか作りやがって。補修の裏紙、なぜ行くは見えざる風の優しきて。虚空と呼ばれしそのものは刀き尾羽で縁を埋め、誰より遠く風を裂く。置いた男の傍らに長き者は止まらず。止まりたるは最果ての遥か夜明けのほど近き、手なき足なき誘惑者。暇か。お、これ、これにさっき集めたアイテムの。わかるわかる。まあいいや、3つないとダメなんだろう。でその順番に置くとこいつら暇すぎる、こんなことばっかりして。じゃあコインは、あ、セーブポイントだ。
もうコインはあと1個必要なんだろう。じゃあまだだな。ここはあとだ。まだまだ。さっきね、缶ジュースをゴミ箱にぶち込んだ報酬としてコインを拾って、これとこの前に持ってたヘビね。まあ確かに老人とヘビっぽいセリフはあったから。でもどっちにしろ3つないと無理だから。そうか、ここじゃない。ここではない、どこか行こう。まあ鍵も手に入ったしな。鍵手に入ったらさ、もうあとは。もう、あれよ。あれ105じゃねえか。101あれ違う、ここじゃない。ここじゃないぞ。なんだ。なんか変なやつ襲ってくるんだよ。え？ここじゃないの101って。え？いや101っつったらお前102だっけ。まあ、違うんだな、開かないってこと。なんだお前は。暗がりに立ってやがって。一刀流。一刀流。よし。リーチに優れた一刀流。遅いんだよ、振り上げんのが。いつも思ってる。いつもそう思ってる。死ぬ。なんだよ。あんた誰だ。何。何や。あいつ、え、食らってる、あれ食らってる、これちょっと待って、これ倒そう。こいつぶっ殺さないと俺は殺されるわ。虫だ、何かと思ったら虫ぶっ殺さないと。大抵開かねえかな。105は入ったろ。6。もう全部鍵かかっててくれ、面倒だから。おいや、あいつさんも巡回してるだろ。待っとけ。どうした。おらぁ、消臭スプレー。こいつは挨拶がある。あよ来いや、お前どこだ。おい、どこや。お前かよ。こいつに銃もったいないけど、まあいいよ。流れるって。立ってるお前が悪いと思うけど、ね、し罪のないやつ。リロードしとくか、一応。虫どこ行った。虫用に取っといたの。てかリロード早いの。一瞬じゃん。時を止めてリロードできなかったの。時を止めて卵せんべいを食うようなもんか。後ろから来るんだろ。あいつどこ行ったの。よく前を見ろ。おい、どこだ。あ、お前バカ。なんだこいつ。おら、死んだのか。死んだ。死んでねえじゃん、血出てたじゃん。だって撃って血出てたろ。何これ、そもそも虫かこんなやつにむちゃくちゃ減らされてしまった。まあいいや、まだ使わない。ただまだ知らねえよ、これ。これそんな減ってねえから、みたいなこと。赤くなってるけど、こんなやつにここまで。107106。もう全部閉まっててくれ。この際、この際全部閉まってたろ。もう開いた。まあ開いたら開いたらいいか。アイテムあるしな。救急スプレー。お、いいアイテムありますね。ハンドガンの弾、これはいいものだ。でもハンドガンって多分1回でもう7、8発使うから、もう30個ぐらい置いてる。ケチくせえな。なんだ、誰だお前は。あなたは一体。自由は
クソみたいなムービーだった。包丁もらう。あれ？あ？包丁はもう手に入れたわけ？よしよ。武器が。武器は手に入るのかこれは。包丁を安全から預かった包丁、武器として使用するつもりあるわ。ほう、それしかねえよ。犯人何か赤いものこびりついて、武器として使用するつもりしかねえよ。なんで何かわからん。武器として使用するつもりしかない。勝手に決めつけられてしまってこいつは。おお、ここで筋トレできそうな。これ自分の立ち方と歩き方とこう動作をね常に確認して、みんなから見える自分と自分から見える自分を一致。さしてどれ、ハンガーが落ちて、包丁を頼むよ。まあでもリーチの棒か、リーチの棒でもある。あ、あれどこ、部屋、あ、この部屋から来たの。ドゥル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 、ガッ、クソ、どっちだ、うん、お前だ、お前に対して殺傷能力ねえんだよ。おい、二人いる、なんとか起き上がればいいの。二人まずいな、なかなか。まあこれどこそっちだ。包丁を使わせてくれ。まあ包丁あっても一緒か。弾いくつ今 ?22 発。合計32発。結構増えてくる、意外と。意外と増えてくる。よし。意外と当ててくれる。あ、でもこれ、この条件だったらもうよくね。これで。節約していこう。主婦の節約術。ダンスを節約しちゃう。家計を圧迫するから、ダンスを。おい、おい、死んだ。なんてとろい戦いだね。おい、ちゃんと死ね、こいつは。なんかロボットコンテストを見てるかのような。トロい戦い。でもこっち全部行ったでしょ。なんで全部行っても敵出てくるんだよ。おかしくね。209入ったっけ俺。俺 ?209 入った。209入った。あれ入った。ティーム、あ、そうか。向かい。家の鍵はデビット。1階の階段のそば。1階の階段のそばの部屋。ん？ 1 階の階段のそばの部屋って。ちょっともう一回行ってみるか。そこまで言うなら。あれ？なんかおかしい。これか。1階の階段のそばの部屋。俺がメモを取った方がいい。デイビッドおじさんよね。ん？なんだ？ちょっと待って。ちょっと待って。便器の中に何か詰まっている。それは取りますか。なんでだ、なんでだ。便器の中に何か詰まっている。取りますか。お前はカットビランドのイカルス星人か。目印に置いていたうんこをカレーだと思ってご飯にかけて食う、イカルス星人。なんでだ。財布のようだ。メモらしきものが入っている。12、9、18、19。なんだそれ。12、9、12、9、18、19にレスを飛ばしている。変身。マジでどういうことだそれ。サンクスって言ってるのかもしれない。12、9、18、19。サンクス。トンクス。ちゃんと感謝できるやつか。
どうぞ。だいぶ減ったな、俺。ない。何12910持っとけよ。アイテムじゃねえのかよ。え12918192もちょっと不等号が違うな。これ何9から1218に行って19から18に行って、うわ、いいんじゃないか。で、何があんだよ、それ。何12、19ってどういうこと？なんだこれ？なんだ？あ、はいはいはい。ちょっと待って、なんだっけ？12？ そう、12で、12から不等号あったよね。不等号、確か12って9だね。あれ何？右に行くの？9で、次逆に18。で、また逆に19。だね。お。あれ、入った。ハンドガンの弾が手に入れた。ハンドガンの弾が手に入れた。まだまだ出るぞー！うわー一気に手に入れたハンドガンの弾。いやでもさ、そうじゃねえわ。まあでも手に入ったのは嬉しいか。ありがとうハンドガン。イベントが進まない。嬉しいけど、弾たくさん手に入ったのは。ん？コイン囚人。ラストピースを手にした。眠い。謎を解いてみよう。囚人だよな。でも分かるぞ。はいはい、囚われのね、その身の左の白を着てる。分かった。これつまりあれだね、囚人はこう白き髪が老人でしょ。老人は囚人の左にいるってことよ。並び立ち四つとのことってことは並んでるってことね。囚人と老人は並んでる。で、老人が左。保守の裏髪。なぜ行くわ。見えざる風の優しきて。で、その囚人のさらに反対は多分何もないってことね。虚空と呼ばれしそのものは刀なき尾羽で縁を埋め。誰より遠く風を裂く。何？置いた男の傍らに長き者は止まらず。つまり、その老人の横には蛇は来ない。止まれたるは最果ての遥か夜明けの歩道近き。手足なき足なき誘惑し。はいはい、まあなんとなく分かった。何にする？じゃあまずヘビね。ヘビは多分端っこでしょ。多分これで、老人は囚人。囚人の左には老人が来て、右には何もないからここがここなんだけど、ここに来ると老人がここに来ちゃうから、で老人の隣にヘビは来ないから、つまりここ。あとは老人、じいさん。なんか落とした今俺が、俺は余計なことをしたせいで。え、いやこれじゃねえの。これじゃないのか、まさか。え、ちょっと待って、え、わかんない。じゃあわかんねえよ。もう一回、
ヒントくれよ、もうじゃあ全部回収だ。え、なんでダメなんだ今ので。バカ。もう一回見せろじゃん。え、なんで違うんだ。囚われのその身の左白き髪でしょ、並び立ちをつって、星の裏髪、見えざる風の優しくて、見えざる風だから何もないってことでしょ。虚空と呼ばれしそのものは刀き尾羽で縁を埋め、誰より遠く風を。虚空って何。誰より遠く、どういうことだ。置いた男の傍らに遥か夜明けの手なき足の。うわ腹立つこれね。大体合ってるはず多分。囚人いやでもね、ないよだって。ほう、いいもん、適当だ、大丈夫だ、適当だ。ほぼ合ってるはずに、ほぼ合ってるだろう。ほう、ほう、おい、なんでじゃー。え、マジわかんねえ、どういうこと。もうない、俺にはなんかもうそうとこうとしか思えない。なんで、完全にはまってしまった。もうこれ無理だぞ。囚われの身の左白き髪、もうこれだけでだいぶ分かるじゃんねえ。見えざる風って何だよ。何もないってことでしょ。最果て。あ、分かった、もう一パターンある。分かった分かった、もう一パターンあるぞ。どういうことか。そうだ、最後のパターンを水をしていた、こうでしょ。そうか、なんかやたら最果て連呼してたから、多分蛇がかなり離れてるってことだ。ってことだ。カチャ、見えてきた。どうだ。おら、おら、マジでわかんねえ、どういうことだよ。本当にわからん、全然わからん、マジでわからない、どういうこと。え、囚われの左に白き髪、はい、並び立ち、並び立つ、左左右逆、いやいやいや、右囚人の左老人でしょ。裏髪、見えざる風、見えざる風ってなんだよ。刀き覚えないで。ああ、分かった、そうだ、まだある、最後のパターン、ラストパターンがあった。老人一番左だ、そうだ、このパターンがあった。これ全ての要素を満たす、そうだ、こうだ、そして最果てに蛇だな、間違いない。これでなかったのもスーパー行ってバンバンジーを買ってみ、食うわ、これでダメだった。
いや、まだ諦めるにはまだ早い。似たような組み合わせで、要するにこれやってここにヘビはめる。これもあるだろ。まだこのボタンも。俺ダメだったもん。寝るよ。寝るわ。もうこんなダメだったら。死んでくれ。もどのコインを取り出しますか。え、マジ何何よ。もうないじゃん。だってパターンがもうどういうこと。あ、一応もう一パターンあるか。もう一パターン、あれ俺今何やったっけ。これ状態でここどこだっけ。こ、あ、もう一パターンあるな。一応バンバンジーを食わしてくれ。いや、でもバンバンジーって気分じゃねえな。餃子食いたくなってきた。急に餃子にするわ。そうじゃねえよ。急に餃子を作りたくなってきた。老人、多分ゾンビをたくさん倒したからな。急にゾンビをたくさん倒してたから。もうこれでダメだったら俺は餃子を食いに行く。おら！え？どこかで何かが行動した。どこかで誰かが俺を必要としている。どこかで誰かが俺を信じる音がした。なんだ今のカチャは。これ？何のカチャだ。え？あ、ここは入ったんか。ライン家の鍵を手に入れた。ライン家の鍵を手に入れました。ライン家ってどこ？まあ入れなかったとこか。あ、あのティムのとこね。寝るわー。